私はくるみが本当可愛かったなと思ってね。本当ですか。そう、妹萌えに目覚めるという。いいと思って、お姉ちゃんって呼ばれたいって思います。わかる。私ほら姉さんって呼ばれてるから、あ、なるほど、ね、お姉ちゃんって呼ばれたいなって思いますね。お姉にゃんでもいいんだよ。なんなんだよ。ではさくらさん。はい、家計闇の声を演じていました牛田まやです。よろしくお願いします。あれ、ちゃう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 、バレたそう。あのまやちゃんの事務所の先輩のさくらやねです。よろしくお願いします。はい、はい、じゃないですか。内山幸喜さんに姉さんって呼ばれたのがすっごい良かったんです。ほらー、すげえ拍手、今日一の拍手してるじゃないですか。ね、よかったよね。これは勝てないな、姉さん。おーおお、意外といいね。姉さん、お響いてねえよあんまり。読まれるの最後、うん、ね、姉さん。あー、これ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 。分かってきた。さあ、順位の変動がございました。皆さん、もっと本気でやればよかった。これはやってないとわからない。悔しい、なんかすごい悔しい。姉さん、その、うん、姉さん、姉さん、なんか内田真彩の気分になってきた。俺らユーマじゃねえよ。違うよ。うわー、ついたよ。みねちゃんと指まで食べちゃう。ついたよ、今言ってて、何それ。あの女性のスタッフさんなんですけど、うん、なんかたまにそのネイルをね、これかわいいって言って手をキュッて握ってくるんだって。あー、ネイル、そう、ネイルはねしょうがないじゃん、見たいもん。だって見、ただ見ればいい、こうやって、そういう、こうやって。でもこうやって、あ、かわいいねってこうやって見るよ。あなたそれで済まないじゃないですか。あなたそれでこうやるでしょ。いやいや、しないしない、それはやめるでしょ。私やらないよ。私は茅野さんがこうやってやってきたっていうその女性スタッフさんから情報を聞いて、本当、そう、あ、やりそうって思ったの。え、私そんなこと無意識でやってんのかな。だからね、怖いんですよ、厄介なの、自覚がないの。すごい、なんかガチで怒られてるんですけど。この圧が欲しいんだ俺は。なんで求めてんの。いや、これの収録するときに、あのテストのときは一緒に撮れるから、うん、はい、みんながふみふみするじゃないですか、はい、ふみふみのそのこのテンポ感とこの息の感じを俺は覚えて収録するんだと思って。お前本当に、よく売れたな。結構ディレクションでも、うん、サルちゃんに対してデレデレしすぎて、はい、ちょっと違いますって言われてたよね。そうなんですか。あ、言われてたかもしれない。キーキャンのどういう部分で。いやいや、本当に、いや、好きなの好きなの。え、本当。ほら。でもやっぱだけど、私的にはね、愛ちゃん推しだから、はい、そのシャルちゃんもそうだし、あと、あの、桜彩音が演じる、てんちゃんっていうね、ライバルキャラもあるんですけど、桜彩音って感じのあの役ね。そうそうそう、ライバルキャラってね、そのてんちゃんのことも結構好きで。そうやね、ボケ、お前、てんちゃん超可愛いんですよ。ほらなんで。リズやばくないですか。リズなんで、シリゾシリゾ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、やんちゃんも見てね、ちゃんと。そうだよ、はい、もう頑張ってるな。じゃあ、なんか俺が、俺たちがサンタだ。アンドロイド、iOS 対応アプリ、これね、文章が読みづらい。ですよね。あれ、サンタムさんがいなくなった。あれ、誰、すごい人が。俺がサンタムだ。サンタムだ。一旦戻ります。というわけで、サンタム帰ってくるよ。サンタム楽しいな、ちょっと。なんだろうね、なんかあのサンタムさんを見ると童心に帰りますね。そうです。本当ですか。わあ、サンタムだみたいな。サンタム来たよ。怖いよ、怖いよ。ごめん、ごめん、急に立ってごめんなさい。いやいや、怖いよ。一生乗り取ります。おー、すごい、素晴らしい、かっこいい。それが聞きたかったです。別に
20個もぎ取ってしまっても構わん。ちょっとちょっとちょっと、俺サンタじゃないもん、知らない。ラジオちょいやーいやー、お前俺がトナカイだ。違う違う、貴様が私のトナカイか。セイバー、はい。え、序盤のサンタムの敵はどこ行ったんですか。やばい、こちらのコーナーはですね、キャストの皆さん自身が演じたキャラクターに扮して、はいはいはい、ちょっと待った、はい、本日12月の6日は信長くんのお誕生日です。イエーイ、お誕生日おめでとう。えということで、スタジオはなんとなんと大きな、これは開けてください、どうぞ。はい、もしかしてが強いと思ってるんですよ。本当にガチだね。で、はい、どのクラスにする。なんで縦なの。やっぱり普通のセイバーです。やっぱりわかりました。やっぱりそれが一番嬉しいですよ、今って。わかりました。え、じゃあ信長くんに向かって、何、なんか私もすごい恥ずかしくなってきた。行きます。マスター、島崎信長、誕生日おめでとう。これからもマスターと一緒に冒険していけたら嬉しいと思います。これからもよろしく、マスター。うわー、待って、私すごい恥ずかしいんだけど。ありがとうございます。すごい恥ずかしい、恥ずかしい。でもなんか本気で、本気でもうなんか噛み締めて、これはおめでとうございます。はい、うーん、はい、あ、じゃあですね、これで終わりじゃないんですよ。こんなに、え、スタッフがいろいろ知恵を凝らして、これ信長くん喜ぶだろうというこちら。おあれ本気のやばいやつじゃないですか。そうです。
はい、楽しみ方が新しい。そういう楽しみ方なんですね。おお、つけて。あ、なんかアウトな気がします。なんかアウトな、何だろう。なんかアウトな気が。手が？あ、お？ああ！ああ！誰かお守りさん！お守りさん！この人！もういいよ、今日は好きにやらせよ。いいんですか？こういうのもいいですね。ああ、そうだね。違う、ダメなんですよ。重なり方がね、こうするとおかしくなるんですよ。だから絶対にこっち側からこういかないとダメなんだ。あではまずはエントリーナンバー1番内田優馬さんからです。いつの間にか1番にされてんぞ。待って、こっから、ね、こっち来ないで。まずセンターで決めポーズ。ストロークが長いよ。あ、そしていやもういつ座るんでしょうか。おもむろにジャケットを脱ぎました内田選手。持ちましょうか。さあいいぞいいぞ。それをアシスタントに渡し、さあソファーにいつ座るのか。さあ、いつ座るんでしょうか。これ歌い出すぞ。なかなか座らない。なかなか座りません。これは技術点を狙っているのでしょうか。それ今までの経験則歌い出すぞ。さあ、今助走をつけてソファーに行かない。行かないぞ、内田選手。ゆばくん、ゆばくん、ハーフやって、ハーフ、ハーフやって。ハーフやって。オーイエー。あるけど、あるけど、そういうの。ああ、いやいや、あるけど。はい、終了。よし、これいい。さあ、そして続いてがラストの挑戦者、石川海斗君。マジか。ラストの挑戦。やるんだ。やるんだ。これの後にやるのきついよ。座ってー。普通に座るなよ。さあ、石川海斗選手、お願いします。行きましょう。海斗君、座ってー。座ってー。始まりましたよ。まずは、まずは観客にアピールしています。さあ、そしてボディービルダーさながらの筋肉アピール。さあ、これは美しい背中、いいですよ。ヤジね。さあ、そして出るんでしょうか。いろんなことされてます。ナイアガラ。おお、来た。まだ座りません。いつ座るんでしょうか。もう座ろっか。あ、そうですね。さあ、座りませんね。ありがとう。どうぞ。さあ、では我々は座りましょう。待って、藤原ちゃん。すいません。ほら、カンペ見て。カンペ、カンペ、カイト君、カンペ見て。カイト君、そろそろ座ってください。あ、すいません。お、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 あやれるお、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 おい、ここここ輪ゴムはここ輪ゴム、輪ゴム、ここにある。ここからのここ飛ばない、飛ばない、ここここ、ここ